ここは地球のとある場所にある秘密のお城。このお城に住んでいるのは王子様でもお姫様でもない、なんと犬のおまわりさんなのである。みんなを守るはずの犬のおまわりさんは世界中のギャングたちから悪いお金を受け取ることで、いつしか悪の犬帝国を築こうとしているのだ。今日も隠し部屋には世界中の悪党から集められた金銀財宝がどっさり。いつも厳重に鍵をかけ、誰も立ち入ることができないのである。こんな時に彼女たちがいてくれたら。そう、世界を股にかける伝説の大泥棒、正義の味方、怪盗ブラックキャッツ。
こうして盗まれた金銀財宝は見事怪盗ブラックキャッツの手によって回収、世界中のみんなのもとへ返されたのであった。めでたしめでたし。